秋も深まってまいりました。皆さんいかがお過ごしですか。新型コロナウイルス対策ではさまざまな分野でご協力いただいており深く感謝申し上げます。特に医療に従事されておられる皆様には献身的なご尽力をいただいており心よりお礼を申し上げます。さて令和2年度の決算は企業の活発な設備投資により税収入が約100億円と過去最高を記録し好決算となりました。政府は行政のデジタル化、教育の ICT 化を進めており、各学校でも電子黒板とタブレットを活用した授業が行われています。また、インターネット回線を活用した家庭でのオンライン学習も始まり、コロナ禍での学びの保障と個別最適化の教育を進めています。マイナンバーカードの普及率は8月1日時点で約 52% と、全国の市特別区の中で8位になるなど普及が進んでいます。今後マイナンバーカードの活用範囲は急速に広がることが予想されます。まだの方は早めの申請をお願いします。にぎわいの森を起点にいなべ市の豊かな自然や食材を活用し山辺の暮らしを発信するグリーンクリエイティブいなべ事業は多くのいなべファンを作り出しています。宇賀家のキャンプ場を世界的なアウトドアメーカーのノルディスクと提携し再構築する宇賀家再生プロジェクト、来年春のオープンを目指して工事が進んでいます。東海環状自動車道は令和6年度までに北西インターチェンジ、令和8年度までにトンネルを含め全線の開通が予定され工事が着々と進められています。沿線の皆様には貴重な土地の提供と工事に伴うさまざまなご協力をいただき心より感謝申し上げます。今後とも市民の皆さんがいなべ市に誇りと愛着を持ち安心して暮らせるまちづくりに邁進する所存です。引き続き皆さんのご理解ご協力をよろしくお願い申し上げます。